どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、最近全然動画出せてなかったので2本動画を出していきたいと思います。はい、2本目なんですけれども、以前ですね、ほんと相当前にツイキャスにてですね、キヨキヨさんババアちゃんを教えてくださいと、この動画は中級者向けの動画かなと思います。ババアちゃっていうのはですね、普通にもうババアちゃですよ。はい、リプレイ見ていただければわかるんですけれども、攻撃ログ、攻撃ログですね。こんな感じですね。この真ん中の、38万取れてるやつはなんかバルーン2体入っちゃってますけども、これは気にしないでください。この2体っていうのはなんかこう援軍のために作ったんですけれども、結局需要がなくてですね、ステータバルーンなんですね。はい、このように38万41万そして15万であったり、これはタウンホール破壊ですね。14万、25万、24万、15万という感じで、もう非常に、このバーバリアンとアーチャー200体、250体使う、220体使うだけで、コスト、生産コストっていうのは、エリクサー5万、4万ぐらいの世界だと思うんですよ。それでもって、このように38万取れてしまうと。いうのはですね、やばいですね。じゃあこれ15万取れているリプレイを見ましょう。15万ということで、これタウンホールの補正がかかるので、結構ね、全然資源は取れないです。15万結構大きな数字ですけどね。はい、ババアちゃん見てもらえる通りですね、でもこんな感じで、ただバーバリアンを出して、バーバリアンを盾にアーチャーでただね、こう資源を買っていくと、そのババアちゃんでその取るっていうか、ババチャで攻撃する村っていうのは、その放置村ですね。金庫に溜まっていることなく、金山に溜まっている村を攻撃していく、そういうのが、そのババチャのスタイルとなっていますね。はい、これちょっと見てみましょうか。これウィザード5体っていうのは援軍のウィザードですね。このようにもう非常にもうジューシーですね。もう溜まってるんですよ。そしてさ、ですね、私今ウォールブレイカー3体しか積んでませんけれども、これはですね、後ほど動画で紹介しようと思っているんですけれども、ツイッターやそのブログで、クラッシュオブクランのちょこっと攻略というですね、記事を書かれている管理人さんのオメガさんというオメガさんが、そのタウンホール9時代に日壁とかたくさん塗るじゃないですか。その時に使っていた戦法オメガスタイルというのをですね、私今真似てやっているんですけれども、これはちょっと、ちょっと違うかなという感じなんですけどね、バルーンとか変な要素が加わっちゃっているので、そういう、その方法とかも、後ほど近日公開させていただきたいと思います。はい、オメガさんにはちゃんと許可を取ってですね、オメガさん本当快楽、こうね、もうすがすがしくいいですよみたいな感じで言ってくれましたので、ありがとうございます。はい、こんな感じで、普通にババアチャっていうのは、バーバリアンとアーチャーだけの編成で、ただひたすらにね、その資源、周りにある資源をただ買っていく、ただそれだけのことなんですよ。オメガスタイルというのはですね、いろいろ次の動画で本当紹介するので、はい、楽しみにしていてください。ババアちゃん、クラッシュオブクランの中でやっぱもうジャイビズから始まるんですよ。その体力のあるモンスターを前に出して、後ろからウィズのようなその高火力の、ユニットでどんどん突き進んでいくっていう、そのクラッシュオブクランのスタイルがここにもババアちゃんにも反映されているっていう感じですね。もうバーバリアンっていうちょっと、小体力があるユニットを前に置いといて、アーチャーで遠距離攻撃で、攻撃していくっていう感じの、クラクラの攻め方の基本が、集結されている、攻め方なのかなと思いますね。はい、バーバリアンとアーチャーのその、なんつうんでしょうね、人数差というか、こんぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。数は適当でいいんですよ、適当で。はい、適当でいいと思いますよ。はい。ということでね、今回は、中級者さんの向けの、結構質問があったので、紹介させていただきました、ババチャです。皆さんね、これ、大半の人が知っていると思うんですけれども、タウンホール2とかタウンホール3、4の方、こんなようなね、タウンホールレベルが上がっていくと、こういう攻めで、資源を狩るんだよというのを、覚えておいてください。ご視聴ありがとうございました。